見ました、皆さん、この小原啓太選手と佐々木仁の試合。ちょっとやばくないですかこれ。めっちゃ痺れましたね。落ち言っちゃうと、佐々木仁が小原啓太選手を沈めたんですけど、ノックアウトで。いやー、半端なかったですね。もう最初佐々木仁がダウン奪われるとかっていうのはありましたけど、もうそんなのは全然ダメージがなくて、でその後佐々木仁が反撃みたいな感じで出てきた時に、もう全然違いましたね。攻撃の威力っていうか、もう何もかもが違っても世代交代なのかなと、ちょっと自分はこれ決まった時に、佐々木仁選手は序盤来るなとは思ってて、だけどなんやかんやで小原啓太選手がその老化さ、長年の中で培ったテクニックで翻弄するかなと思ったんですけど、いやもう違いますね。やっぱりこのベルト取ってから、さらに佐々木仁選手強くなったように思いますね。もうパンチももう半端ないです。モンスターぐらい、井上尚弥の試合を見てるかのような、今日は気持ちよさでしたね。っていうところで、ちょっとこの佐々木仁選手の強さにはちょっとたまりましたね今回。まあインタビューをねちょっと聞きたいところなんですけど、まあちょっとね、皆さん、コメントございましたら、このね佐々木と小原の、コメントお寄せください。以上です。